ちになりすぎ、わからない言葉並び横文字ばかり、それは何ぞ急なリモート打ち合わせだけど PC 電池切れ、不景気なもので叩かれるギャラ3ヶ月も振り込まれないギャラ、イラ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 、マジか調子の裏赤者リゾート、知らない知らない、全部やめてしまいたい、サウナで飛んで甘い真っ白な夢みたい、渋滞だけどリアルに欲しいのは水曜日休み、仕事ないきれない、やるしかない、終わらない、眠れない、オーナーフラフラフライアント、フラフラフライアント、ララ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 、会社のために今日もそれぞれの苦労を、それぞれの労働、一息ついて見上げてみて、世界は素晴らしい、なんて知らない知らない、全部やめてしまいたい、モルディブ飛んで甘い真っ白な夢みたい、みたい、耳すぎこんばんは。こんばんは。始まりました、ラフラフデジタルシングルクライアントの発売を記念してインターネットサイン会を開催します。やったー。こんばんは。今日は2人。こんばんはって来てる、ありがとうございます。こんばんは。はい、2024年3月24日の日曜日発売、ラフラフのクライアントの発売記念イベントになります。改めて自己紹介させていただきます。はい、高梨ゆいです。ゆいゆいって呼んでください。ゆうゆう、ありがとうございます。はい、長松春です。はるるんです。はるるん、はい、よろしくお願いします。寂しい、今日ね、2人だったらね。ですね、初めてはるるんとやるの。本当？あれ違うっけ、わかんない、いつものメンツではない、ね、うんだね。そうだね。はい、はい、じゃあ早速、ラフラフクライアントミームバージョン3個セットをご購入いただいた方に、デジタルブロマイド1枚にサイン、日付、そしてお客様のニックネームをお書きします。はい、お申し込み締め切りは今日の18時半まで、お、あと30分ありますんで、まだ申し込めるよ。はい、まだ追加でとかある人は30分までにお願いします。しかもしかも、はい、あの前回のリリーベとは今回ね、写真が違うので、前回ゲットしたけど今回まだ申し込んでないよって方も、もしよければゲットしてください。はい、それでは早速入っていきます。わーい。1人目、お、みおさん、ありがとうございます。昨日のカンコレ配信で見たよ、かっこいいもかわいいも似合う、はるるは最高だったよ、ありがとうございます。そう、昨日カンコレに出させていただいて、噛んだ、出させていただいてすごい緊張したんですけど、みんなもたくさんポストとかしてくれてね、見た見た、とても嬉しかったです。それでは大切に帰ってきます。わーい。では私の1人目の方はみおさん、ありがとうございます。一緒、 MC もプレゼンもできて、ぶりっ子は苦手だけど頑張ってるとか全部好き、ゆいゆいの紡ぐ言葉が素敵で引き込まれます。ありがとうございます。前回もねサイン申し込んでくださって、今回もとっても嬉しいです。ありがとう。あのご夫婦でね応援してくださってる方で、これからもみおさんご夫婦を幸せにできるようにもっと頑張ります。サインも愛込めて書いていきます。ありがとう。よいしょ。ゆいゆいは昨日何してたの？卒業式。はや。卒業、あ、そう、大学卒業。おめでとう。ありがとうございます。可愛かったね。本当見てくれた？見ました。嬉しい、ありがとう。意外とおしゃれな。でしょ？うん、おしゃんなやつでした、ね。ちょっとかっこいいめにしたんだ。好きよ、かっこいいの。やったね。そう、春のかっこいいの好きだ。そう。はい、みおさん書き終わりました。ありがとうございます。続いてたこみさん65さん、ファーストアニバー。アニラかな、ファーストアニラのツインテールめっちゃ可愛かった。オーディションからデビュー後で一番印象変わったけど、ショートにしてますます可愛さに磨きがかかって目が離せない。ショールームでたくさん歌う配信も楽しみにしてます。ありがとうございます。そう、アニラでねツインテールを
したんですわ。可愛かった。ドキドキだったよ、ギリギリまで。緊張しちゃって大丈夫かなと思って。しかもツインテールもさ、うん、あのハーフツインの時とは違う、なんていうの、巻いてるけどさ、ワンカールね。なんかこうやってね、めっちゃ可愛かった。はい、でもなんかすごい疲れちゃったって。なんかちょっと、うん、ちょっと無理しすぎたって思ったんで、これからはやんないかもです。大切に帰ってきます。ありがとう。では、はい。みおさん、書き終わったよ。ありがとう。届くの楽しみにしててください。お、ちょっと待っててね。では、お次が、たこみ365365な。ありがとう。はるるんと今んとこ順番が一緒ですね。ファーストアニバでゆいゆい急に花粉症になったところグッときちゃったね。そう、私Be Myselfで花粉症大発動したから、別に泣いてたわけじゃないからね、花粉症だから。ライブでかわいくかっこいいところが素敵だけど、ショールームでリラックスした雰囲気からたまにバブミ出るところも大好き。激辛探検隊も毎回楽しみにしてる。ありがとう。そう、一昨日かな、昨日かな、激辛探検隊のね YouTube 前編にが上がったので、ぜひぜひ、ね、まだ見てない方も、もう見たけどって方もぜひ見てみてください。今回はカレーに挑戦したので、で後編の展開がすごいことになってるんで、お楽しみに。たこみさん、ありがとう。書いていきます。えい、カレー美味しそうだったでしょ。うん、めっちゃ美味しそうだった、なんかエビ、あれもう出てる、それ見れてないんだけど、ごめんね、見れてなくて。あ、そう、昨日忙しかったもんね。もう、まあでも美味しそうでした、本当に。そう、全部美味しかった。あのチキンのやつとか、あー、一番初めのやつ。あー、そっかそっか、めっちゃ美味しかった。あ、でもめっちゃ美味しそうだったよね、本当。食べたくなったもん、見てて、うん、あ、多分エビのやつも出てる出てる出てる。おー、あれがめっちゃ美味しそうだった。マジ美味しかった。はい、たこみさん書き終わりました。ありがとうございます。続いて、はなさん、はるるん今度特撮の話しましょう。昨日も2分間のね、トーク来てくれてありがとう。特撮の話楽しみにしてます。それでは書いてきます。はい、たこみさん書き終わったよ。ありがとう。そしてお次書いていくのは、お、ゆいの姉、勅使河原さん、ありがとう。公式お姉ちゃん、お姉ちゃんみたいと、そうそうそう、言われたのが嬉しすぎてこの名前にしたよ。いつも愛をくれてありがとう。私は愛をもらったら倍以上にして返す人だよ。大好き。かわいい。PS、 最近しゃぶしゃぶと焼肉どっちを食べるか悩んでる、どっちがいいかな。まずはね、たくさん愛をくれていつもありがとう。こちらこそ。私もね、もらった愛は倍返し以上で返すから、どんどん増大していくので、いいこと尽くしですね。ありがとう。見てるかな。そして、しゃぶしゃぶと焼肉どっちを食べるか悩んでる、どっちがいいかな。ハルは絶対焼肉かな。あ、もうしゃぶしゃぶをお店に食べに行ったことがまだ未だにないかもしれない。え、私しゃぶしゃぶ派。なんか最近はもう若くないですから。そんなことないし、体に優しいしゃぶしゃぶがね、染み渡るんです。そうなんや。でも、あ、卒業式の後焼肉食べに行きました。昨日いっぱい食べた。うん、いいな。そう、めっちゃ食べた。勅使河原さんは、しゃぶしゃぶ、勅使河原さん、お野菜が好きだったら、うん、しゃぶしゃぶかな。いや、でもな、どっちもいいな。でも普通に焼肉とかで食べる方の野菜も美味しくない？あの、分かる、焼くやつ、あのトウモロコシとかね。え、なんでそれをチョイスしたの？トウモロコシ苦手って知ってるよね。なんでわざわざそれチョイスしたの？ナスビとかさ、芋とかも入ってて、せんじゃピーマンとか。え、なんか焼肉また食べたくなってきたんで、じゃあ今度勅使河原さん焼肉食べてください。結論は焼肉になりました。じゃあサインも書いていきます。よいしょ。はい、昨日ね、たこ焼き食べたの。あ、そっか、大阪か。そう、帰りにマネージャーさんと新幹線で。ん、駅中で買ったの。駅中でってこと？あの、新大阪の中。そう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 。あ、そうなんだ。うん、なんかあの、有名なやつ、ク、ククル、それ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 、いいな。めっちゃ美味しくてびっくりした。たこ焼き食べたいな、大阪行った。たこ焼きって無性に食べたくなる時あるよね。え、わかる。はい、はなさん書き終わりました。ありがとう。続いて、ハレガスキーさん、24日上野の握手会行くよ。ハルルンにソロ歌のリクエストがあるんだ。同じ福岡県出身の歌姫、松田聖子さんの曲、聖子さんはあなたに会いたくてを歌えるから楽勝だよね。握手会までにハルルンに似合いそうな曲を考えておくね。え、ありがとう。 X とかで言ってくれればいつも見てますんで、ぜひチョイスしてください。松田聖子さんいいよね。書いてきます。はい、
ゆいのはね、勅使河原さん書き終わったよ、てっさんありがとう、どのくの楽しみにしててね、そして焼肉食べに行ったら今度教えてね、何食べたか。でお次がジャミさん、ありがとう。ゆいゆい大学卒業おめでとう。嫌いな課題と日々の活動を両立しててゆいゆいは本当にすごいね、これからも応援してるよ、ありがとう。そう卒業ね、私ね単位ジャストで卒業したから余裕そうに見せてたけど意外とギリギリだったって、でも卒業できれば OK だね、ありがとう。いつもこれからも応援してるよって、今年もたくさん楽しい思い出作ろうね、サイン書いていきます、ありがとう。大学で一番楽しかったこと何？学食。学食か、美味しかった。結構ね私の大学の学食いろんな種類毎日出るから。あ、そうなんや。そう毎日ね選ぶのが楽しかった。あれ高校さ、転入する前もさ、転入してから前からも高校生活で、一度も学食行ったことないよ、ね。待って、高校に学食あんの？食堂、え、うん、あるよ。ないの？なかった私。あ、そうなんや。え、両方あったんやけど。デリバリーでパン屋さんが来るだけだ。あー、それもある。え、食されて食堂もあるの？でもパンの自販機とかもあったりとかする。え、すごっ。アイスの自販機とか。アイスの自販機、あー、セブンティーアイスみたいなやつ。そう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 。え、違う普通のメーカーのやつが入ってるの、スーパーってありそうなやつ。すごい、そういいな。でも学食は一度も食べたことありません。あら、はい、羽賀スキーさん書き終わりました、ありがとうございます。続いてナンさん、クライアントリリースおめでとうございます、ありがとう。ハルルンの綺麗な歌声に惹かれて癒されて元気をもらっています。そして昨日のカンコレお疲れ様でした、ありがとうね、見に来てくれてかっこよかったし大阪で会えたのがとっても嬉しかった、これから応援していきます、ありがとう。私たちもさ、マネージャーさんとも話してたけどさ、大阪みんなで来たいねって言って。うん、行きたい行きたい。メンバーでね、行けるように頑張るんで、ぜひ大阪、関西の皆さんもお待ちください。待っててね、遠征まだ名古屋しか行ったことないからね。行きたい。はい、じゃあジャミさん、書き終わったよ、ありがとう、届くの楽しみにしててね。そしてお次はジーマさん、ありがとう。デビュー一周年おめでとうございます、ありがとうございます。いつもゆいゆいからパワーもらってます、ありがとう。何でもそつなくこなしちゃうゆいゆいがブリッポーンで見せてくれたあの姿を見てブリッポーンっていうのもっと好きになりました、うん、これからも応援します、ありがとう。そうブリッポーンね、うん、あの前回はお姉さん組だったけど今度妹たちもやるかもしれないから頑張ってね、ハルル頑張ってね、ハルル予定にございませんブリッコ苦手同士ね、通ずるものはあるでしょうまあね、ブリッコは苦手な姿ね、一生懸命やってる姿をね、きっと広報部の皆さん喜んで見てくれてると思うので、またブリッコやる機会あったら頑張ります、苦手だけど。ジマさんありがとう、サイン書いていきます。はい、ナンさん書き終わりました、ありがとうございます。続いてトモキ、トモキさん、ハルルンスチスチトモだよ。あ、トモさんか。ハルルンカンコレお疲れ様、ありがとう。アイドルしてる時とはまた違った可愛さあふれるハルルンもとっても良かったよ。歌ってる時もダンスしてる時も大喜利してる時もどんなハルルンも大好きだ、嬉しい。大喜利してる時入ってて良かったよ、うん、大喜利してる時も可愛さなんて忘れてる、もうがむしゃらにやってるんで。手伝ってるハルルンが可愛いね。あ、ほんと、うん、じゃあもうこれからも苦手、大喜利苦手って言われていった方が可愛いかな。確かにそれは一つの作戦かもしれない。帰っていきます、ありがとう。ジーマさん書き終わったよ、ありがとう、届くの楽しみにしててください。そしてアクションです。お次は出していいよ、いい、うん、アクションですで、で出ますように。出ない、出なかった。うむつときあるよね。あるある。よし、じゃあお次はにしちゃんさん、ありがとう。ラフラフを知って YouTube でオーディションの時のゆいを見てファンになりました、うん、何事もストイックなゆいの姿に何かと落ち気味な心を何度も助けてもらいました、ありがとう。29日初めてゆいゆいに会いに行くんです。嬉しいじゃん29日もうすぐじゃないですか、今日が21だからあと1週間ちょい。もういい靴ねる、そうだ嬉しい。なんか私見て元気になってくださってるのめちゃくちゃ嬉しい、ありがとう。29日はね直接お会いできるとお伺いしたので、もっともっと直接元気パワーをね渡せるように私も元気満タンで会いに行きます、にっちゃんさんに、ありがとう。サインもね元気パワーいっぱい込めて書くから楽しみにしててください。
何してたっけ、あ、思いました。ともきさん書き終わりました。続いてジャビさん、およるるん、はるるんの京セラドームを歩く姿に感動したよ。見に行って本当に良かった。またドームに立てる日が来るといいね。はるるんが最強で最高。ありがとう。ジャビさんも見に行ってくれて、そう、これもマネージャーさんと言ってたけど、うん、京セラから去るときにまた来れますようにってお願いしてから入ってきました。今度はラフラフがね、そう、立てたらいいね、グループでね、来れるように。京セラってだってすごい大きいよね。めっちゃでかいよ。だよね。もうまず上高いし、な、2階席、3階じゃない、すごいね。分かんないけどなんかいっぱいあったよ、段が。へえ、すごい。デフォも前なわけじゃん絶対。ラフラフで埋められたらいいね。はい、それがね、願い。うん、頑張ろう。はい、ありがとう。帰ってきます。はい、にしちゃん書き終わったよ。あ、ありがとうって来てるコメント見てるよ。ありがとう、ありがとう、ありがたい、嬉しい。くなくな楽しみにしててね。そしてお次は河村健一さん、ありがとう。大学卒業おめでとうございます。アイドル活動する本気を応援していくので2年目は厳しくいきたいと思います。頑張る。時には厳しさもね。が無理なので。無理なんかい。無理なんかい。早かった。今日も楽しく可愛いゆいゆいの満面の笑みをお願いします。じゃあセルフでいくね、今日二人しか。ここ見とこ。満面のゆいゆいの笑みまで3、2、1。可愛い。いつも笑ってる。いつもこれだよね。可愛いわ。今日も笑顔で頑張ります。ありがとう。ではサイン書いていきます。あ、今6時15分なのでまだね、ご注文受付締め切りまで15分前となりました。まだ欲しいなってちょっとでも思ってくださった方はぜひぜひ、リンクがあるので、ちょっとどっちかわかんないんだけども、あるのでぜひそちらから私たちのサインゲットしてくれたら嬉しいです。、はい、お願いします。お願いします。今日はいつもと違う色で描いてます。ちなみに、あ、そうなの、私もね今回はいつもと違う色で描いてます。今日ね、しかもめっちゃ字綺麗かもって思ってる。え、書きやすい、これなんかこのペンの白と相性いいはず。ほんと？うん、めっちゃ綺麗。さっき教えてもらったんだよね、ゆいゆいに。そうなの。うん、はい、ジャビさん書き終わりました。続いてケンズキー大…まあケンズキーさん。昨日は関西コレクションお疲れ様。ランウェイでは堂々としてかっこよかったし、綺麗で美しくて可愛くて自慢の推しです。数万人の前で歩いた感想を教えてください。いつかこの人数の前でライブする未来を実現させてね。また応援に行くよ、大好き。ありがとう。数万人の前で歩いた感想、いやそれ緊張ですよ。しかもほら、何、今までと違って、もちろん応援 しに来てくださる方がいて本当に安心したけど、やっぱ知らない人の方が多いわけじゃん。ほぼ大半そうだよね。そうだからすごいね、なんか緊張しました。なんか見られるのよ、でもやっぱりそうだね。そう私歩いてるからさ、うん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 、なんかその知らない人のこの、うん、っていう目線がすごい緊張したけど、でも多分知らないであろう方も手を振ってくださって、優しいね。そうだから、それがすごい安心して、うん、でもやっぱり何より楽しかったし、うん、なんかちゃんと目で見て、うん、その夢をさ、うん、もっとこういうとこ立ちたいなって思えたから、うん、すごい良かったなと思います。確かに人もいすぎて逆にもう分かんなくなって、ここまで頑張んなきゃいけないんだっていうのがちゃんと目で見て分かりましたね、うんうん、アイドルラーメンと見た感じ、気持ち的には。でもやっぱ全然大きい。あ、そうなんですよ。緊張したけど何万人入ってるんだろうね。え、1万人は絶対入ってるよね、うん、数万人って書いてるから。そうだろうね。すごっ。はい、じゃあケンズキー大七って書くね。ちゃんと読んだ。ケンズキー大七さんはちょっと変だなと思って。確かに、ちょっと待っちゃった。じゃあ、はーい、河村健一さん書き終わったよ。いつもありがとう。届くの楽しみにしててね。と次は連邦の黒いカラクリさん。カラクリさん、ありがとう。大学卒業おめでとうございます。ありがとうございます。大変な時期に勉学に強いな方は総じて尊敬の対象です。ありがとうございます。ちょうど入学したのが2020年の4月だったのでね、まあ思うようにいかなかったところもありましたが、結果的に楽しかったので結果オーライです。ゆいちゃんの袴姿、メッセージやポストで拝見しました。とても綺麗で思わず見惚れてしまいました。ゆいちゃん素敵な写真ありがとうございます。こちらこそ、メッセージもね、 X も見てくれてありがとう。そうなの、黒にしたのはティフ成人式の時に、黒の、うん、あれは着物、ティフ成人式のやつ着物かな、着物か、うん、着物を着
した時に黒だったんですけど、その黒似合うってメンバーとかファンの方がめちゃくちゃ褒めてくださったので黒にしました、うん、なっちゃった。で下のピンク赤はなんか合うかなと思って。合うね、赤とか黒の組み合わせ嬉しい、ね、それしてみました。ありがとう、見てくれて。メールにも載せたのか。そう、メールにも載せた。見たか、見たいケンズッキー書き終わりました。あ、続いてトシ、あれメッセージはないけど昨日もね、あの2分間のトーク来てくれてありがとう。とても楽しかったです。大切に書いてきます。なんでずっとこっち見てたんだろう、ごめんねありがとうトシめちゃ目の前にカメラなのにさ、たまに見るとこ分かんなくて、そう分かんなくなっちゃう、ね、目線迷子になっちゃう。しかもでもこっち側慣れてなくて、え、私もいつも逆。え、ね、うん、そうなのよ。よし、カラクリさん書けたよ、ありがとう、届くの楽しみにしててね。そしてお次はぼたもちさん、ありがとう。ゆいちゃんご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。袴姿のゆいちゃんめちゃめちゃ綺麗だった。あ、今お仕事中なのでリアタイできないけど、お仕事頑張る力を送ってください。任せて。ぼたもちさん、お仕事頑張ってね。これ見てる時はもう終わってるのかな。お疲れ様、ちょこっと一息ついてね。拍手欲しい恥ずかしくて。ごめんごめん、ちょっとさ、なんか今さ、めっちゃさ変なことが起きてさ、めっちゃ考えてたわ。ごめんごめんごめん、恥ずかしい。ずっとあるこなんか自分で格闘してるなと思ってタブレットはい、なんか今日は胸キュン系が多いのかなということで、はい、ぼたもちさん、私がね、ぼたもちさんお仕事頑張ってね、応援してます。ハルルも応援してるって。ぼたもちさん、あ、応援してるよ。ぼたもちさん頑張れ頑張れ、電波送る。ビビビビビビ、はい、ということで書いていきます。ぼたもちさんありがとう。はい、年書き終わりました、ありがとう。続いてラフリ戦隊しげまるさん、ラフリ戦隊関西コレクションお疲れ様でした。ハルルの勇姿を見ることはできなかったのが残念です。これからも可愛くかっこいい勇姿を楽しみにします。なんか今日ハルちゃん文章読むの下手かも。なんで緊張してる、わかんない、なんかすごい下手くそかも。嘘、ごめんね、変なこと言ったら。ありがとう関西コレクション、みんな見てくれてありがとうございます。これからもね、またチャンスあったらかっこいい可愛い姿をお届けできるように頑張るので見ててください。書いてきます。はい、もたもちさん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。お仕事ね、毎日忙しいと思うけど、ゆいゆいを見て少しでも日々の活力だったりが出てると嬉しいです。でお次はしげちょさん、ありがとう。アニラではビリビリペンが通用しない痛覚バグクリ系に驚き、ぶりっ子で恥ずかしがっている姿には思わずニヤニヤしてしまいました。笑顔に向かっての活動が身を結び、さらなる飛躍が見られる2年目となるよう応援してます。ありがとうございます。そう、でもビリビリペンあれ本当に痛くなかったんだよ。あれやったわな、あとビリビリペン、あの人は違うやつ。そう、考えるの人は違う。あ、違う、なんか、うん、あの私さ、ほら大学生組やってないけど、あ、それ MV の時でしょ。違う、あれ違う、事前のリハかなんかの時に家いなかったっけ。なんかやったんですよね。なんかもうそれだったら春はあんまり聞かなかった。あ、いたあの時ね、あのソファーのとこだよね。そう、うん、あ、そう、じゃ、それはね、私マジで一回試したんだけど大丈夫だった。そうなんだよ。そう、残りのお姉さん組がね、痛覚がねちょっと敏感なんですきっとそう、まあ、ぶりっ子で恥ずかしがってる姿はまあ本当にそうですね。どうしよう、また YouTube でさ、うん、ぶりっ子ズモンあったら、それな、頑張ろうね。えハルルン最下位だから、私ハルルンに勝つことを目標に頑張ってるから。え、勝ったやんでもハルはもう次はリベンジやから、最下位だ、潰れちゃうじが、うん、はい、じゃあしげちょさんも書いていくね、ありがとう。さらなる飛躍ね、2年目もできるように頑張っていきます。じゃなんかぶりっ子苦手じゃん、うん、なんかそれでかわかんないけど、なんかさ、あんま可愛いさ、それこそツインとか髪型するのがそんな得意じゃないからさ、うん、さっき二人ともさリボンをさつけてさ、そうなんかこれいいのかな違和感あるくないみたいな。お互いのこと可愛いと思ってるんだけど自分を認められないっていう、そうそう、なんかちょっと変な気がするとか言ってた。結局ハルルリボン1個にした、あ、1個だ、そう、いっぱい悩んで。でも今日のさ髪の巻き方可愛い、うん、なんていうのそれ、ちょっとウェーブ入ってる巻き方、くびれね、
そう、あ、そう、くびれ巻き大好きなんだよね。ほんと？今日ハルルンに言ってたら10回以上可愛いって言った気がする。その悩みも言ってたね、うん、すぐ人に可愛いって言うよねみたいな。可愛いの価値が下がってさ、ほんとって思われないんじゃないかっていう。そう、どうでもいい話してたよね絶対。楽屋でしょ、うん、マネージャーさんたちとかいつも意外と話入ってるけど、今日はマジでずっと黙って2人で喋ってた。そう、ずっと喋ってたね。はい、ラフリ戦隊しげまるさん来ました、ありがとう。続いてコウスケさん、カワチー大好き、カンコレめちゃくちゃかっこよかったよ、ありがとう。もう幸せな言葉ばっかり。コウスケ帰ってきます、ありがとう。はい、しげちゃんさん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしてるね。よ、はい、お次はヤモリさん、ありがとう。高梨さんのラジオ番組ゲットに向けて努力する姿を心から応援しています。柿事件のようなハプニングやその後の引きずらない感じなど魅力にあふれた高梨さんなので、きっと実現させると信じています。それまでに私も採用されるメールが書けるように頑張ります、ありがとう。いつもねラジオある時にメール送ってくれてとっても嬉しいです。メールってどうやったら採用されるんだろうね。私もねラジオにね結構メール送るんですけど、まだ一回も採用されない。そうなんや。そうなの。あと柿事件のようなハプニングって、あーあれか、柿か柿の話ね。あとはもうさすがにわかります。タイの方は柿、あれ柿だね、貝だよ、海の方で、あの魚介類の方、うん、魚介、うん、柿、んえ、じゃあ果物は柿、逆、うん、え柿マジさ、イエイエイって喋るとわかんなくなるんだけど。違うよ、果物が柿で、うんうん、あの貝の方が牡蠣、牡蠣だよ、牡蠣、貝の方牡蠣、貝の方が牡蠣、うん、牡蠣、うん、それ牡蠣、うん、価が高いってこと、うん、牡蠣、音程牡蠣。そうそう、音程で言えば分かるんじゃない。果物は牡蠣、あ、果物は牡蠣、うん、牡蠣。これで言うは一緒。ヤモリさんありがとう、サイン書いていきます。それかもう全部つけるから、貝の方の牡蠣は、あ、確かに語弊を生んじゃうからね。はい、コウスケさん書き終わりました、ありがとう。続いて海さん、お、メッセージないけどいつもねたくさん書いてくれてるから全部愛は届いてます、大切に書いていきます。忙しいのかな、大丈夫かな、無理しないでね、お仕事かな、うん。でも3月のさ、うん、末って結構繁忙期だよね皆さん。そうなんや、うん、うちのお父さんも今忙しそう。あんま怒らんかも。さん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。して次はキクちゃん、ありがとう。今回もサインゲットしてくれて楽しみにしてて、もう愛込めてね全力で書いていきます。またキクちゃんにも会えるの楽しみにしてます、いつもありがとう。よいしょ。はい、ということでね、ただいま20、あら、あとね5分前、26分なんですよ。お、あと4分くらいであのこのサインの受付終了しますんで、もし滑り込みたいって方は急いで行ってきてください。リンクあるんでお願いします。コメントのとこから見れるのか、チャットかから見れるっぽいので、ぜひぜひそちらからお願いします。お願いします。ちょっと花粉で鼻水がやばいか。大丈夫。じゃあ私書き終わった、書き終わりました。オッケー、海さん書き終わりました、ありがとう。次、かきくけこ、現在仕事中。あら、みんな仕事中か、大変だね。お疲れ様です、ただいま仕事中です。カンコレとても綺麗だったよ、8時過ぎまで仕事なのでこの後のオンライントークはギリギリ間に合うように頑張ります。無理せずで、でも話せるの楽しみに待ってるので早く終わるように願っておきます、ありがとう。帰ってきます。忙しいんだねみんな、大変だね働くって、ね。はい、キクちゃん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。よし、お次は、あ、キヨさんありがとう。辛いものは好きだけどちゃんと辛さを感じる人なので余裕で食べていてすごいなと思っています。あまり会いに行けないけど応援してます、これからも頑張ってください。チバリオ、なんか方言かな、チバリオ、誰か知ってる人いる、知ってる人いったらチバリオ教えてくれる人教えて。チバリオってなんだろう。辛いものをさ、辛さ感じるんだ。でもね、慣れてきたらあんまり感じなくなるよきっと。だから一歩進んでるよね、その辛いけど食べれるっていうのはさ、う
あ、確かに確かに、全身はしてるね。うん、ハルか、もう辛すぎて食べれないに行くやん。確かにそうね。あとなんだっけ、そう、いつもキヨさん X とかでもリプ、リプでいいのか、リプねくれてとっても嬉しいです。あ、沖縄弁ね、頑張れ、ありがとう、みんな教えてくれて。へえ、チバリオ、あ、じゃあ頑張れって応援してくれてるってこと。キヨさんありがとう。沖縄行きたいな。沖縄とかでライブもしたくない？え、ね、行きたい、沖縄行きたい。いつかじゃあ沖縄にね、キヨさんに会いに行けるように頑張るね。ありがとう。キヨさんもチバリオであってる、キヨさんもチバリオ、サイン書いていきます。はい、かきくけこさん書き終わりました、ありがとう。続いてコビンさん、超絶クールビューティーなハルルン、こんばんは。めっちゃ嬉しいです、クールビューティー。カンコレすごく輝いてたよ、ささやかながら応援してます、ということで。お題、え、お題、あ、お題ですまでは見えた。お題です、頑張れ。わら、わらじゃないよ。怒られた。いつも凛としているハルルンですが、超絶激甘な一言で視聴しているラフリタのみんなをメロメロにしてください。今日もたくさんのラフリータイが見てくれてるよ、コメントで。いっぱいいるね。メロンパンみたいにメロメロになっちゃえ。気持ち悪い自分。帰ってきます。もっといけるよ、ハルリン。はぁ、なんか言ってくれたら言えるのねっていうのずっと言ってるよね。何、お題ってこと言う、全然出すよ。お題じゃないよ。お題じゃなくて、その何を言ってって言ってくれればできるのよ。私それでもできないけど。私それできんだよ。で、最下位だから説得力ない。いやいや、できるから。あ、なんとサイン会のね、本日分のご注文は締め切りました。ゲットねしてくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとう。配信はね、残り30分引き続きね、続いていくので、はい、ぜひね、チャットとかでたくさんコメントくれたら嬉しいです。お願いします。よいしょ、頑張った。よし。あ、なんかちょうどいいとこでブリッコトーク切れちゃった。悔しい、ハルルのブリッコトーク。いやいや、もう今してたよ、めっちゃ。え、気づいた。え、なになになに、ありがとうってやってよ、めいなちゃんみたいな、いつものめいなちゃんみたいな。もっといけるよ、ありがとう。まず違う。でもさ、ハルがさ、苦手だからかわかんないけどさ、よく考えたらさ、うんうん、なんかそのサイン、あ、サイン会じゃないわ、あの握手会とかさ、やるときあるじゃん、うん、ブリッコしてって言われることある。うん、あるんだ。え、ハルないんだよね。あ、ブリッコしてって苦手なのみんな分かってさ、言わないでいてくれてるのかな。感謝なんだけど。え、ハルル、あ、確かにあんまり言われない、言われない、とかに言うと見ないかも。ブリッコして、あ、でも確かにめっちゃ言われるわけじゃないけど、うん、でも私1対1だったらブリッコできてると思うけど、どう思う？私と1対1で展開やったことある方もし見てたら。あ、個人だったらいいよ、全然言うから、みんな言いに来て、握手会とか。あれさ、公の場だからこれ。ね、コビンさんよろしく。個人で来てくれたらね、どれだけでもやります、本当に。でもなんか自分で言うのもあれだけど、うん、握手会にゆいゆいが可愛くて釣られちゃうよって言ってる人、なんか自分で言うとすごい自信ある人いない。今の展開します。なんでそれわざわざ言わなきゃいけなかったの。だから1対1だったらちゃんとできるよって。ゆいゆいはめっちゃ釣ってくるって言ってる。あら。あ、そうかもしれない。行きたい、ハルも。いつか行こうかな、本当に。いつか並んどいてね。え、マジでいいかな。え、ハル、マネージャーさんに許可いただいていいって言われたら並んじゃおうかな。びっくりするわ。かきしめする、かきしめ。しめなんだ、開けじゃなくて。いや、ちょっと開けだってさ、後ろにファンの方いるから、ちょっとこっちも緊張しちゃうから。かきしめだとね、私最近得点が一番最後の時多いんだけど、うん、他のファンの方めっちゃ見てるよ。あ、わかるわかる。ハルルンってバレちゃうと思う。でも変装するから、変装する、うん。はい、コビンさん書き終わりました、ありがとう。あ、 なんでもし来れたら個人で来てください。続いて高谷愛久さん、ハルルンカンコレ最高だったよ、ありがとう、わざわざ来てくれて。反省点もあるかもしれないけど、あの時すごく輝いてたのは間違いない。同じ空間で応援できて本当に嬉しいです。ハルルンがもっともっと良くなると言うなら、次も絶対見に行かないといけないね。本当に伸びしろいっぱいなので、次もぜひ期待しておいてください。それでは書いてきます。はい、キヨさん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。よいしょ。1対1だと率先して、ブリッコする印象あります、ゆいゆい。なるほどね。そうなんや。そうらしいですよ。意外とギャップあるのかな。で、 YouTube のブリッコ対決の時はマジみんなに見てもらっていけば、春勝てるかもしれない。で、1対1だと思えばさ、うん、できるんじゃない。で、佐久間さんと見てるとさ、いや多分ね、春メンバーだから恥ずかしいんだと思う。そういうこと。うん、だって別にブリッコする相手じゃなくない、メンバーって。まあ確かに確かに。でしょ。
だから多分ねちょっと無理なんだよね。ファンの方だったらさ、うん、いけるかもしれないね。いけるかもね。かもだよ。かもね。ハードル上げちゃうとあれだからやばいかも。本当にやばいかも。2人の得点回次本当にやばいかも。明日でやばいやばいやばい、めっちゃ言ってるやめてはい、次が書いていくの激辛最高しげまるさん。しげまるさんありがとう。激辛探検隊第4弾も食べたくなる一品でした。あ、もう前半見てくれたのかな。ありがとうございます。これ辛いは名言だね。極極かより上の辛さが気になるから後編も期待しています。激辛最高。でも毎日食べるならピリ辛程度がちょうどいいかな。ということで、そう、3月後半はね、ありがたいことに毎日いろんなイベントがあるので、あんまり激辛っていうのね食べられてないんですけど。お腹壊すからってこと？そうそう、仕事に支障が出るから大事だからね、みんなに会う仕事が ね一番。そうね、後半もね楽しみにしててください。後半の展開もすごかったよね。結構すごかった。覚えてる？うん、覚えてるよ。なんかすごい展開だった、ね、うん、すごかった楽しみにしててね。しかもさ、なんかよく思うんだけどさ、うん、よく私あれなのよね、あの抜かれるんだよね。え、抜かれる？そう、ワイプに抜かれてる。激辛の時いつも抜かれてるよね、うん、すごい顔してるのいつも。しげまるさんありがとう。サイン書いていきます。はい、高江育さん書き終わりました。ありがとう。続いてしげちょさん。もともと魅力的だったハルルンが最近はより魅力が増してきたように思います。チョコヒト生配信でもゆいゆいにも負けないプレゼンを披露してくれたしありがとうございます。グランプリこれからも様々な能力を開花しちゃうのかな。2年目も応援していきますね。ありがとう。ハルルンのプレゼンすごかったもん。本当？え、なんか本当になんか実は明治さんの人なのかなみたいな。え、なんかハルもメールで書いてたんだけどさ、うん、なんかみんなのもさ、もちろんすごかったんだけど、なんか春がさ、これだけ言うことがあったのってさ、うん、普通にさ、アーモンドチョコがすごいからじゃないっていう。確かにアーモンドチョコにたくさんの歴史があり、そうそう、工夫があり、魅力があったからできたわけだなって思いました。でもそれをよりさ、美味しそうにさ、伝えられる春の話術がすごいと思う。本当？うん。でも春マジでめっちゃ推し活のとこ響いたから。え、負けずだと思ったでしょ？うん、めっちゃいいと思った。え、結構さ、結果半々ぐらいだったね。めちゃくちゃ名勝負だった。そうやったんや。ハルルンが 52% で、うん、私が 48% とかだった。半分だね、本当に。そうそうそう。予選の時のさ、ふーちゃんとハルルンの方が僅差だって 1% だったよね。ふーちゃんめっちゃ良かったよね。ね、あの MBTI っていうの、うん、最近の流行りなんで。ハルルンと私は違うんだっけ、MBTI。違うね。なんだっけ。ね、ハルはね、モナミン毎回分かんなくてね、毎回ハルジが教えてくるんだよね。で、モナミンと一緒なんだよね。そう、でもなんかモナミンとはちょっと違うよねってハルは言ってんだけど、うん、なんかみんなはいや一緒だよって言ってくる、うん、でも私そのさ、モナミンめっちゃいい子だと思うんだけど、そんないい子じゃないのよ。ハルいい子だよ、あなた。ごめん、なんかそれを求めて言ったみたいなんだよね。違う違う違う思ってることしか言わないから大丈夫。いやいや、何なの？あれ、ふーちゃんとこと一緒。あ、INFP。 待って、二人ともさ、誰かと一緒。え、激辛から INFP 一番多いよ、みくちゃんと。あ、 INFP ってやつなの？そう、めなちゃんと。そうなの、いっぱいいる。はい、しげちょさん書き終わりました。続いてきくちゃんさん、メッセージないけど愛届いてます。大切に書いてくね、ありがとう。違えた。そういえばハルルに言ったっけ、あのさ、うん、この前の日曜日のリリーベあったじゃん、新宿の、はい、あそこのさ、クライアント、うん、の時のハルルのソロが過去一めっちゃ綺麗だって。えって言ってくれる。結構他のメンバー、ふーちゃんとかも言ってたよね、うん、そう、18日さ、新宿のリリーベ来てくださった方、クライアントのハルルのところのさ、だけどのとこめっちゃ綺麗じゃなかったですか。いつもめっちゃ綺麗なんだけど、あの日神がかってたね。え、ウレピオ、ウレピオギャル。あ、やばい、ちょっと待って。さっき言ったんだったらやめようって、こういうの。私たち上品になろうって。そう、マジとか言っちゃうのやめようねって言ってたよね。はい、激辛最高しげまるさん書き終わったよ。ありがとう。いつもね、サインもね、ゲットしてくださったり、直接ね、あえていつも私しげまるさんから楽しいパワーいっぱいもらってます。ありがとう。そしてお次書いていくのは、あ、コピー機担当ルイルイ。ありがとう、ルイルイさん。コピー機担当一緒じゃん。クライアントリリースおめでとうございます。ありがとうございます。ダンボールでコピー機作って持っていきたいけど、持ち運びで目立ちすぎるから躊躇しています。なので公式で折りたたみ式コピー機の販売を待っております。検討よろしくお願いします。出たら絶対買うから。分かった、スタッフさんに後で伝えておく。そう、クライアントのコピー機の格好好きって言ってくださる方がなんか意外と多くてね、嬉しい。髪型可愛かった。
あの何ツインテールのめっちゃ上のやつ、お団子みたいになってるやつ、そう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 、可愛かった。あれなんかコピー機でゆゆに釣られましたって方もねいらっしゃったぐらい結構好評で、釣り師じゃん、釣り師じゃないよ全然そんなそんな全然全然や。でもいつかさあれで踊りたくない？いや一番言うべき人じゃないよあなた踊りたくないで。でも絶対ね、うん、あのもし本当にその格好をね真似してくる人がいるんだったら、うん、あの2人分の席を取ってもらっていと、確かに確かに、なんなら4人分ぐらいじゃないと無理かも。コミッキーは特にそうね、うん、あれエナドリってちょっと横に長いのか、多分後ろの方に迷惑かかるんで怒られると思いますよ、高さが。確かに確かに最高位だね、うん、やるとしたら。ありがとうルイルイさん。そうね、段ボールでコピー機作って持ってくけど、バスに置くにはちょっとね大きいかもしれないね。でもいつかルイルイさんの前でコピー機ゆいゆい披露したいな、実現できるようにお願いしてみる。ありがとう、サインも書いていくね。はい、キクちゃんさん書き終わりました。続いてキヨさん、今回も購入させてさせていただきました。ありがとう。今回はトーク会の方は参加できなかったので、うん、いつか面と向かって自己紹介ができたらいいなと思います。これからも頑張ってください。チバリオ、あ、え、待って、これさこの前話してたよね、あれゆうゆうじゃなかったキヨさんってって言って調べて沖縄の方だって話してたの、ゆうゆうじゃないか、ふーちゃんかも。あ、それを私多分遠くで聞いてた、遠くで近くか、ね、そうそう、うん、そっか、そうだそうだ、沖縄の方だったね、ありがとう。あ、それ私ふーちゃんとそれ喋った。あ、じゃあはるあれ一緒にいたんだ、私がもしかして自分で話したと思ってるの、そのXをちょっと拝見して、そう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 、沖縄だねっ って言ったよね。あ、じゃあ一緒にいたか、それかふーちゃんが2回も話してくれてるかも、うん、かも。はい、ルイルイさん書き終わったよ。てかさっき呼び捨てしちゃったけど嫌じゃなかった？嬉しい。本当？うん、推しに呼び捨てはマジで嬉しいから。じゃあルイルイありがとう。あ、コメントにいる、ありがとう。サイン届くの楽しみにしててね。よし、あ、次、お、マッサンさんありがとう、嬉しい。クライアントリリース、そして大学卒業おめでとう、ありがとうございます。 YouTube で新内さんのオールナイトニッポンのプレゼンを見て勝手に運命感じました。ゆいゆいが新内さんにあることを祈って応援しています。頑張って、あ、さん付けなしでまっちゃんって呼んでほしいです。いいよ、まっちゃんありがとう。私ね、まっちゃんがサードマンマの時かな、あの脚降りした時に撮ってくれた私の動画がめちゃくちゃ私楽しそうで、あ、お客さんから見て私ってこんなに楽しそうに映ってるんだなと思ったらね、めっちゃ嬉しかった。あとこの今日、あ、そう、ちょうど今日の昼間にあちこち踊りかな、新内さんの回見てきたからめちゃくちゃタイムリーありがとう、まっちゃんサイン書いていくね。みんな本当撮るの上手だよね、写真すごいよ ね超綺麗。はい、キヨさん書き終わりました、ありがとう。続いてなゆたさん、ハルルン関西コレクション2024スプリング、ありがとうね、いっぱいちゃんとスプリング&サマーまで書いてくれて正式名称だった出演おめでとう、ありがとう。可愛いから綺麗へ、大人のハルルンを見させて見せてもらいました。ハルルン大好き、ハルルン投げキッスお願い。あら、キャー、今画面の前で倒れた人がいっぱい、ありがとうね、帰ってくよはい、まっちゃん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。そう、私も関西で早くライブがねできるように頑張ります。次は、あ、バウバさんありがとう。藤崎団バウバさんありがとう。見ていて安心します。本当？じゃあ今安心してる安心してくれてるのかな、嬉しい。みんなのね、そしてバウバさんの癒しの場所になれるようにこれからも頑張っていきます。サイン書いていくね、ありがとう。よいしょ、あ、呼び捨てでもいいよ、だってやっぱり呼び捨て嬉しいんだね、ルルさん。うん、ルルさん、お、あ、ルルさん、いや嬉しいよ、それ嬉しいに決まってるやん。なるほど、じゃあ呼び捨てで今度から呼んじゃおうかなどっちも嬉しいけど、名前呼ばれただけで嬉しい。いや確かにそれはそう。はい、なゆたさん書き終わりました、ありがとう。続いてカズくん、メッセージないけどね、いつもこうハート見えてるんで私にはありがとう、帰ってきます。はい、バウバさん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。そしてお次が、あ、シューマンさんありがとう。いつもゆいゆいから元気もらってます、こちらこそありがとう。アニバーサリーライブには行けなかったけど、フラストのイラストを担当させていただきました。めちゃくちゃ可愛かった、めっちゃ上手だった、しかもすごいよね。しかもこの前 X でなんていうの、あの私の
コピー機のイラストを描いてくださって、うん、そうなの、え、後で見せる、見てない、うん、見る、めっちゃ可愛くて、あの、保存してあります。お母さんも可愛いって言ってた。私のお母さんもお墨付きで本当に可愛くて、いつも可愛いイラストありがとう。気に入ってもらえたかな。めちゃくちゃ気に入り、ま、気に入りましたっていうか、もう大好きで毎日見て元気もらってます。なかなかイベントに行けないけど、行けるときは頑張って応援しますねって。もちろん会えたらめちゃくちゃ嬉しいけど、会えないときもいつも元気もらってるよ。ありがとう、シューモンさん。サイン書いていきます。よいしょ。はい、カズくん、書いていきましたとかしね、書きました、ありがとう。続いてバーワさん、素敵な歌声をこれからもよろしくお願いします。任されました、頑張っていきます、ありがとう。書いてくね。はい、シューマンさん、書き終わったよ、ありがとう。あ、見つけた、ありがとうございます。泣いてる、ありがとう。うまくの楽しみにしててね、早くシューマンさんに会いたいな、会えるの楽しみにしてます。あ、秘書さん、ありがとう、やっほー。あ、今日は外でお仕事なので今日は出社なんですね。アーカイブだと思います。この間はトークもサインもありがとう、お祝いしてもらえて嬉しかったって。そう、この前お誕生日当日、ね、おめでとうでした、おめでとうでした。お誕生日当日に秘書さんと、ね、お話できるなんてね、数年前でしたら考えられなかったことなので、改めてラフラフに入れて本当に嬉しいなと思います。いつもありがとう。この後七七さんと激辛探検隊、え、今日この後お仕事頑張れそうな可愛いやつお願いします。激辛探検隊どこ行くんですか。カレーかな。早っ、すごいね。まだいない、でももうね、食べに行ってくださってる私のファンの方いた、すごかった本当に。お仕事頑張れそうな可愛いやつ、お仕事頑張れそうな可愛い、なんかないかな。得意なんでしょ。得意ね、仲間釣りしい、釣りしい、ねえ釣りしいねえ明日大変なことになるよ二人とも。震えて震えて日付かけない。お仕事頑張れそうな可愛いやつ、よし行くわ。秘書さん、まだお仕事してるかな、頑張ってね。お仕事頑張ったらご褒美後であげる。早く引きの画像にしてください、恥ずかしいです。あ、引きになった、ありがとうございます。 こっちもこうやって見ちゃった本気のつく体勢で恥ずかしい。秘書さん、ありがとう、書いていきます。でも照れちゃダメだよね、やっぱこういうのって。そうだよ、うん、私が言うことじゃないけど本当にそう。はい、バーさん書き終わりました、ありがとう。続いてジャム太郎さん、関西コレクションお疲れ様、出番前のハルルンと話せてめっちゃ嬉しかった。ハルも嬉しかったよ。ランウェイめっちゃ輝いてたね。僕ユイハルペア好きだから、今日の特典会嬉しい、2人でオンライン特典会盛り上げてね。ジャム太郎さん、うん、ありがとう。ジャム太郎さん、嬉しい。好きなの。好きらしいよ。でもユイハルペア好きってこと他にも聞いたことあり、嬉しい。何て言ったのね、わかんないね。うん、なんか仲良く見えるんじゃない。あ、ほんと仲良く見える、仲いいし仲良く、プライベート仲いいもしかしてこれはビジネス怖い、ざわざわ不仲説出てるかも、終わったら。まあどっちもさ、なんかテンション感が似てるから、わかる、うん、わかる、うん、一緒にいて楽、嬉しいっす。よいしょ。じゃあ、秘書さん書き終わったよ、ありがとう。お仕事終わって七七さんと激辛探検隊中にこれ見てくれるのかな、それとも終わった帰り道かな。何食べた、どこのお店行ったか後で教えてね、ありがとう。サインも楽しみにしててね。してお次が、あ、加藤さん、ありがとう。前回のサイン会であ、びっくりした、ん前回のサイン会で、うん、ゆいゆいコピー機さんの送りさ、前回加藤さんがサイン会の時に、うん、ゆいのコピー、ゆいコピー機と会社のコピー機交換したいなって書いてあったんですか、うんうん、だから私が会社の住所教えてくださいって言ったの、うん、でこれ会社の住所かと思って焦った、全然大丈夫だった。本当に送ってきてくれたのかと思った。コピー機さんの送り先聞かれたので次の住所に送ってください。東京都千代田区北の丸公園2-3日本武道館で待ってます。エモい、びっくりした、一瞬なんか郵便番号を見た時にガチと思うね、どうしようと思って。じゃあ日本武道館はコピー機で立ちたいですね。やだよ始まりあれなんでしょ、クライアントの AVV の始まりみたいにあのしゃがんだり立ったりしてるやつね、うんびっくりした、よかった。でも武道館ね、行けるように、そう、目標は口に出して言わないとね、あのいつかのショールームとか
配信で言ったと思うんですけど、どんどん口に出して本当に叶えられるように頑張ります。加藤さん、そうこの前トークの時びっくりした。今日はすごく来てくれるかな、いろいろ話したいことあるので楽しみにしてます。ありがとう。サイン書いていきます。はい、ジャム太郎さん書き終わりました。続いて続いて秘書さん、今日は多分アーカイブかも。誕生日お祝いしてもらえて嬉しかったから追加しました、イエイ多分今お仕事中だから、お仕事頑張れそうな可愛いやつください。わしもかい、十分やろさっきまで。秘書さん頑張って。いや今照れに走りました。照れに走りましたってどういうことですか。え、恥ずかしくて今ちょっと逃げたでしょ。逃げてないよ、まだいけるな。秘書さん頑張ってあ、アップになったよ。頑張ってこれ引きになるまで終わらないよ考える時間の音楽みたいになってるじゃん流してください早くはい、加藤さん書き終わって、おいもう仕事中かな。ありがとう、サイン届くの楽しみにしててね。この前トークさ、うん、会社から見てくれててさ、うん、途中で上司の方さ入ってきそうなんです。いやいや、あるよね。そうそうそうマジであるからこれどういう気持ちなんやろねみんなびっくりだね、うん、加藤さんいつもありがとう。そしてお次はニャオビー、ありがとう。ゆいさんと皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。そしてこの度はご卒業おめでとうございます。なんだか自分のことように嬉しいです。ありがとう。永遠の推しです。新社会人ゆいを応援しています。ありがとうございます。そう、今まではね学生とアイドルの二刀流じゃないな、二つでやってたんですけど、両立そうだね、うん、4月からは完全にね社会人になりますので、また一層身を引き締めて、そして見てくれてるね社会人の先輩の後ろをついていきたいと思いますので、皆さん何かご教授お願いいたします。何卒危ない、あの二石一鳥の二の舞になるとかでしかありがとうニャオビー、お仕事忙しいのにね、いつもたくさんねメールの返信とかくれて全部読んでるよ。ありがとう。サイン書いていきます。はい、しおさん書き終わりました、ありがとう。続いてたくさん、はるるん関西コレクションお疲れ様、ありがとう。堂々とランウェイを歩く姿、かっこよくて可愛くてとても輝いてたよ。はるるんの魅力がさらに増して活躍する姿を期待しています。次は立川リリーベで会いに行くから待っててね。ありがとう、楽しみにしてる、絶対見つけるからね。書いていきます。はい、にゃおびー書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。お次は大好きクッシーさん、大好きクッシー、ありがとう。ゆいちゃん卒業おめでとう。袴姿綺麗でとっても素敵だったよ。ありがとうございます。2年目もライブや各種イベントなどであって応援できるのを楽しみにしています。ゆいちゃん大好きだよって、私もクッシーさん大好きだよ、ありがとう。無事ね大学も卒業できて、これからもっともっとアイドルにねかけられる時間が増えていくと思うので、グループの目標だったり自分の目標にね近づけるようにクシさんと一緒に走っていきたいなと思います。これからもねたくさんたくさん楽しい思い出作っていこうね。いつもありがとう。お仕事もね毎日お疲れ様。サイン書いていきます。はい、たくさん書き終わりました、ありがとう。続いてラブコギさん、昨日は水曜休みなのにカンコロお疲れ様でした。歩き方、ポーズ、表情、髪型、可愛さ、どれも最高の長松春さんでした。ありがとう。前回のリベンジになったね。なった。2回目のランウェイであれだけ見せられれば次に絶対つながるよ。ありがとう。次も絶対あの今回のね反省点とかも活かせるように頑張るんで見守っててください。それでは帰ってきます。はい、大好きクッシー書き終わったよ、ありがとう。私名前のところに大好きってさ入れるとあれだね、大好きって言われてるみたいになるね。言ってること分かる。あ、そう、そういう質問で書いてるじゃないの。分からんかったん。え、初めて知ったん今日初めて知ったクッシーさんありがとう。届くの楽しみにしててね。また直接も会えるときにいっぱい話したいことあるのでいっぱいお話ししようね。ありがとう。そしてお次は脳内が梨でいっぱいの山さんありがとう。カレーねもう食べに行ってくれてたの見たよ。卒業おめでとう。卒業式の写真最高に可愛かった、ありがとう。ゆいゆいの写真にコメントするときいつも悩む。可愛い、美しい、美人、綺麗、これ以上表現する日本語をいつも探してる。いつも平凡な表現でごめんなさい。そんなことないよ。今日も最高に可愛いね、ありがとう。あ、
山さんいた、ありがとう。かけてくれる言葉なんて何でも嬉しいよ。山さんが私のことを気にかけてそうやって思ってくれてるっていう事実が一番嬉しいので、これからもたくさん私にね優しさをくれると嬉しいです。私はその優しさを何倍にもして返していきます。山さんありがとう。サイン書いていきます。はい、これなんか本名だからさ、この前間違えて読んじゃったんだけどさ、その前は読まないねって言われてたからちょっと難しいんですけれども、やぶこぎさんありがとうございました。もし読んでほしかったらね、いつかあの読むんで特典会など来てください。はい、それでは続いて、わけあってナナシさんありがとうございます。個人のサイン会に送るメッセージとして正解かわからないけど、アニラを通してハルルン含めメンバー全員素敵でした。ありがとうございます。よりラフラフが大好きになりました。これからも陰ながらメンバーみんなのことも応援してます。本当に陰ながらリブしてたはずなのに、ま終わりました。はずなのに。あ、文字数制限じゃない、もしかしたら。あーかも、うん、なんかまあでもね、本当にみんなのことが大好きってことですね。ありがとうございます。嬉しいですね。それでは帰ってきます。電気のとこが白いから書きにくい。あー白白だから、うん。この前ショールーム配信でさ、うん、クライアント歌ったんだけど、めっちゃ難しかったよ、この曲。一人で歌うと、うん、むずいだろね。息もたない。はい、分け合って七七さんありがとう書きました。続いて豆田もやしさん、カンコレ配信で見ました。キュートなポージング最高でした。ドームの景色はどうでしたか。本当に輝いてたんで、次はラフラフで行きたいなと思ってます。ありがとう、帰ってきます。はい、私これラストになりました。山さん書き終わったよ、ありがとう。届くの楽しみにしててね。今日も可愛いですか。可愛いよ。嬉しい、ありがとう。日々可愛いをね更新していけるように頑張りたいと思います。今日は髪を巻き巻きして下ろしてみました。明日は何にしようかな。明日の髪型は何にするかまだ決めてないので予想しててね。ありがとう。ということで、高梨のお、ハーフアップが好き、あの猫耳のやつ、うん、お、じゃあそれを参考にするね。お、私あんまりライブでおろしの髪型やらないんだよね、汗かくしね。そうそうそう。じゃあいい、あ、いいよ。はい、じゃあ高梨優衣のサインに応募してくださった皆さん全員分書き終わりました。ありがとう、おめでとう。お疲れちゃまん、今回も愛情たっぷりで書いたので、届くのを楽しみに待っていてください。前回のサインはねもう届いたらしいですよ。あ、そうなんだ。うん、ファンの方が見せてくれた、届いたよって。なんでこちらも楽しみにしててください。あ、パチパチもありがとうございます。ありがとう。はい、豆田もやしさんありがとうございます。続いてヒロさん、この前のハルルンの誕生日の配信でソロで1曲聴けてとても嬉しかったです。ありがとう、うん、2年目はハルルンの歌声がもっとたくさんの人に届くように精一杯応援していくよ。クライアントリリースおめでとうございます。ありがとうございます。はい、大切に変えてきます。そう、ソロめっちゃ緊張したのよ。生誕のやつめっちゃ良かった。でもあれ裏側っていうか裏エピソードみたいなあれなんだけど、うん、ハルルンの歌を今ハルルンって言っちゃった。うん、なんかすごい巻き舌みたいな。初めて巻き舌できた。もうガチで、うん、あの練習していいよ。ハルルンで札幌ラーメンだとできない。ハルルン札幌ラーメンでしょ。あれならんくなったかも。最近やってないもんね。本当、やっぱやんないとね、うん、衰えちゃうもんだね。はい、ヒロさん書き終わりました、ありがとう。続いておめでとうコックン、ハルルンファン、あ、ファッションショーお疲れ様でした。ありがとう。自分が応援している人がドームの真ん中で歩いてるのを現地で見れてとても幸せな気持ちになれました。今後の活躍も期待してます。ちなみに昨日誕生日でした、まず来てくれてありがとう。そしておめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデーコックン。それでは書いてきます。裏側何ですか、聞きになってた今。なんだっけ、ハルルンがソロで歌ってたじゃん、うん、めっちゃハルルンの歌を聴きたかった。私たちもさ、うん、練習姿見てないじゃん、うん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 、だから何歌うのかもあんま知らなかったし、うん、めっちゃ楽しみだなと思ってたんだけど、なサプライズの準備でみんなめっちゃバタバタしてて。あ、そうなの。そう、やっぱ気づいてなかった。気づいてなかった、自分に精一杯。結構一生懸命動いてたから、あ、気づかれちゃうかなと思ってたんだけど。そうなんや、あれめっちゃ楽しかった。ほんと、うん、だからさ、そう聴けなかったんです。しっかりとはちょっと聞こえてたけど、それだけが唯一の後悔。みなちゃんのサインの絵が好きだった、あの個性的なやつ、うん、変なやつ。はい、おめでとうコックン、ありがとう。そしておめでとう、続いてアニャンさん、ハルルンこんばんは。私はタンコブ姉妹
私は炭鉱姉妹は大好きなのですが、ラフラフがコブコブになるのは抵抗があります。コブコブっていうのね。コブかけるコブ。なのでまずは藤崎さんを炭鉱姉妹の魔の手から救ってあげてください。お手数ですが以上よろしくお願いいたします。了解いたしました。引っこ抜きます藤崎をね。最近藤崎行ってますからね。確かにそうね。そうだってミクチーが行ってたらもうタンコブって言われてるもんね。うん、いてもね。この前なんか言われてたよね。またそう、うん、タンコブグループとみたいな言われてた。レンナちゃんもたまに行ってる時あるね。そう本当に私もね辞めさせたいんですけど、うん、チームタンコブたち。はい、あのいいんだよ行ってね、うん、でも本当にそうコブコブになるのはそう、ね、崩壊すると思うから。全員コブコブになっちゃうとね。そうダメだなって。自分の損だからバランスがいいんじゃない。今はねまだね。そうわかるよ。これ以上行ったらやばそうなの。確かに8分の4だと半分だもんね。やばい、それコブコブになっちゃう。濃ゆすぎてそっちになっちゃうからもうコブコブになる。はい、アニャさん書き終わりました。ありがとう。続いてリック、カンコレお疲れ様。ありがとう。いつも頑張ってるハルルを応援してます。これからもたくさん会えるの楽しみにしてます。週末のリリーベ行くね。ありがとう、楽しみにしてる。追加してくれたのありがとうね。帰ってきます。追加分ですか。そうです。見てくれてるのかな。でも追加してるってこと見てくれてるんじゃないかな。リック僕の好きは君の好きじゃない、君の部長が超愛。よし、リック書き終わりました。なんか勝手になんかリックっていう響きが良すぎて勝手に呼び捨てにした、ごめんね。続いてオザッシュさん、すっごい拍手してくれんじゃん、はい、関西協力者お疲れ様。関東から応援してたけどすごくかっこよかった。オンラインお話し会で途中で回線切れちゃったりで焦って緊張して後半話せなくなってごめんよ。またリベンジします。残りのリリベも頑張って駆け抜けてね。ありがとう。ちょっと回線がね悪くてね止まっちゃったりしたんですけれども、思いは届いてますのでありがとうございます。安心しました。オンラインだとどうしてもね。そうオンラインだとねどうしてもわあなんだろう予期せぬことがねやっぱ起きるから、うんうん、そうだね。で対処もそんな簡単じゃないから、ね、難しいね。てか自分たちはできないしね。スタッフさんにやってもらわないと。でもオンラインでも会えるなんてありがたい時代だよな。本当にまでオールはい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 デリバリーしたアイデアこそっと全部持つで持ち帰りていか食べきれないどうだってくる君は定時で帰るんるんるん。ダメだよ、もっとね楽しくやないと。明日の朝までもう怒られてんだからもっとルルルしてください。何回かやり直しました。そうなの。うん、やり直したよ。いいやり直しました。お雑誌さんが決まりました。ありがとう。続いて本名読んでいいのかな、どうだろうな、いいのかな。こう不満だったら言わない方がいいかな。わからないな。春だけのマスターマスターにしとく。カンコレお疲れ様。かわいいかわいいかわいい、本当にかわいい、そして素敵だったよ。ハルルンからたくさんパワーもらえたので明日の発表会頑張るるんしてくる。ハルルンこれからも頑張るるんね。ありがとう。本当にね最近忙しそうなんで無理せずで頑張ってください。発表会だって。うん、すごいね。業界なんて絶対緊張しちゃう。うちらで言うとフェス前みたいな感じ、イベント前みたいな、ね、忙しいね。それだったら本当にハルルンとか本当に休んでないで大丈夫？大丈夫です。元気？花粉だけ？花粉だけだね。花粉は大変そう。なんか、うん、寝ても疲れが取れないっていうのはね最近分かったかも。でも、うん、昨日ね久しぶりにだいぶ寝たのね。あの今日がほらちょっとあんまり早くじゃなかったじゃん、入りが。午後入りだったもんね。そう。うん、寝たらね、うん、クマがね取れました。クマが取れましたってか。そう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 。え、気づいた？今日めっちゃ肌のいつも綺麗だけど肌のコンディションがめちゃくちゃ綺麗。そうなの。うん、昨日ひどくて、うん、あのカンコレでそうメイクしてもらったんだけど、うん、すごい頑張ってクマを消してくれてて申し訳ない。睡眠ないとねクマできちゃうね。そうなの。うちも卒業式4時起きだったからさ。うわあ、ね。いろいろしなきゃいけないから。そうそう、着付けに時間かかるから、ね、めっちゃ早かった。でその前日があれだったじゃん、あの明治さんの配信、うんうん、日本放送さんか。ちょっと夜遅かったからね。そうで、その後ねちょっと少しだけねやらなきゃいけないことがね事務所でありまして、それをやってね私帰ってたんで。そうだね。そう、はい、春だけのマスター書き終わりました。はい、続いてケントスチスチ大スチケンズキーさん、まだお仕事中です。泣き今回の特典会では自撮り動画がなく悲しい。
しくしくは言わないでください。私嫌いです、はい、お仕事を応援するメッセージを自撮り動画風でください。甘さましましでハルルンが上手にできたらゆうゆうに振って OK です。ありがとう、大好き、頑張ります。ケンズッキーさんさっきコメントいらっしゃったよね。だから急いでこれ追加だからさ、してくれたんです。あ、なるほど。私が頑張ったらゆうゆうに振って大丈夫ですって。じゃあ判定ゆうゆうね。お仕事を応援するメッセージ自撮り風動画で応援するメッセージだとケント大変だと思うけどハルルンが応援するので頑張ってね。よしよし。うわー悔しい、合格だ。はい、じゃあお願いします。じゃあハルルン書いてる間に書いてはい、お願いしますね。うわー、あーやばいアップになってるぞ。え、どうしようどうしようどうしよう。サルルンは今サルルンってサルルンって言われたんだけど、お猿さんじゃありませんって。サルルンどうしよう。テンパりすぎだよ。テンパっちゃった。サルルン、めっちゃ緊張してきた。ほっぺ赤いな。緊張するとほっぺ赤くなるよね、私たち。耳もそう。あ、サルルンでみんな笑って。やめて。サルルンでお猿の絵文字送ってきてる人。よし。あ、ちょっと待って。なんか最後のキラーワードが思いつかない。なんか。キラーワード。なでなでみたいなさ。なでなでに匹敵する何かないかな。チュ。ないですかね。今あれチュって言うたのに無視したな。チュは違う。なんかないですかね。なんでさっさに聞いてんの。助けを求める笑ってるだけじゃん。じゃあ待って。あ、いや、春の先書き終わってたらいいよ。あ、ほんと、うん、あ、でもいいよいいよ、あと一人最後のってやってください。急いで、そう、時間もあるからね、はい、よし、いいよ、よし、行きます。ケントさん、お仕事頑張ってる？疲れてるかな？お疲れ様。早くお仕事終わって一緒にいろんなとこお出かけしたりしたいな。またゆいゆいはハルルの次に可愛いよってこの前言ってくれたから言いに来てほしいな。待ってるね。可愛いけどそんなこと言ってんの。初耳なんですけど。いいですけどね。まあまあまあ、でもまあケントさんっていうのが良かったね、なんかね。ハード、うん、なんかいいいいわ、好きだわ。よかった、ハルルから OK 出た。はい。ケント七七ダイスティ、ちょっとなんか今疑惑が出てましたがありがとうございます。そして次最後ラッシーさん、リリーベラジオ、カンコレと忙しい日が続いてると思うから休めるときはたくさん休んでね。自分もアーモンドチョコレート好きだけど、ラジオの時のハルルのプレゼン聞いたらめちゃくちゃ食べたくなったから今日買って帰ります。ありがとう、ぜひ買って帰ってください。あ、ブリッポン出た、嬉しい。私のやつ嬉しい。ハルルの時ブリッポン来てなかったか、ノートブリッポンかもしかしたら。あ、ブリッポン違うよ、ハルに関してはサルルンって言ったからそっちにみんな引っ張られたね。ブリッポン、ノートブリッポン、よーし、書き終わりました。ありがとう、みんなね、追加で買ってくださった方もありがとうございました。はい、お、全部終わった、お疲れ様、はい、お疲れ様。はい、サイン会ね、視聴してくださったりね、応募してくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に少しだけ告知を、明日ハイパープラモフェスだよね、はい、に出演させていただきます。そして特典会は握手会とハイタッチ会両方あるので、ぜひぜひ会いに来てください。そして、ね、ライブがね、まさかの30分か、あら、ありますんで頑張る、ぜひ。そして、うん、土曜日は、リリーベが2回あります、お昼は立川の方で、夜は夕方かな、うん、は錦糸町であります、はい、そして日曜日は上野で2回クライアントのリリースイベントをさせていただきます。こちらもハイパープラモフェスと同様に特典会がありますので、ぜひぜひ皆さん会いに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。ハルルン、なんか感想一言言う？いや、うん、今日ね、だから私初めてね、こう白で書いて、あとおすすめのペンをね、うん、教えていただいて、ね、めちゃくちゃ書きやすかったんで、今日ゲットした方マジでラッキーだと思うんでぜひね、届くの待っててください。楽しみにしててね。はい、それでは以上、はい、私たちラフラフでした。ありがとうございました。バイバイ。この後トーク会です。待ってます。